はい、どうも、鍵です。ニセ恋パート10やっていきたいと思います。前回は、マリカとなんかどっか狭いとこに入って、その後、小野寺に絆創膏もらったんだね。続くわけで、まあ、今日もちょっとストーキング活動していきたいと思います。昨日親戚が遊びに来ててさ。オートプレイにする？そりゃよかったな。3歳の子供、ロリコンはいかんぞ。ロリコンはいいぞ。そんなわけないじゃないの。それに俺今んとこ年上好みっぽいからさ。先生好きだったもんね。まあ俺のことはいいんだよ。それより本題はここからでさ。楽って桐崎さんが歯医者行ってきて麻酔したからめっちゃ喋りにくい。小野寺からは呼んでもらえてないよな。あ、小野寺から下の名前で呼んでもらえたよ。俺も呼んでもらえてないじゃないんだけど。なんだ、歯切れ悪いな。実は一回だけある。おい、聞いてないぞ。それ、そんな話聞いてないぜ。いつどこでそんなイベントが発生してたんだ。そうだよそうだよ。詳しくは言わねえけど。言えよ詳しく。なんか衆が二人になったみたいだね。そりゃそうかもね。納得するんだお前は。その件は聞かないとしても、だったらなんでお前を今も名字で呼んでるんだ。いや、それが確かなんか照れるみたいなこと言われて名字に戻っちまったんだよな。そりゃお前、その時に下の名前で呼んでくれって言えばよかったんじゃないか、ね。一世一遇のチャンスを逃してしまったな。俺の対応が悪かったんだ。自分が一番わかってるからさ。そう、お前がいつも悪いな。どうしよう。ラク君。小野寺？呼んだ一条くん。ああ、かわいい。今日も小野寺めっちゃかわいい。今？あ、ごめんなさい。独り言聞こえちゃってた。テレビショッピングに出てた楽楽燻製機を買おうか迷ってたんだけど。楽楽燻製機買おうとしてる。テレビショッピング絶対買わない方がいいよ。楽くん。そういうことね。めっちゃ笑われてるやん。なんでもねえよ。終わり？ラク、ラク。ああ、ラクって呼んでくれてる彩奈が。なんだよ、おたま。さっき遊んでやっただろ。そうじゃなくて、何か願い事はないかの。ロリコンはダメだぞ。願い事？みんなロリコンはダメだよ。別にお前に願うようなことはないかな。お前に願うために。本当にそうか？本当の本当に？かわいい。だいたい願い事なんてのは自分の努力で掴み取るもんだろ。神頼みなんかしねえよ。かっこいい。それではわらわの存在価値全否定ではないか。鬼、悪魔、妖怪。妖怪はお前だろうが。何でも良いから願いを叶えさせろ。願いを叶えさせろっていうやついるんだ。叶えてやろうかじゃなくて。あ、それじゃあ最近肩が凝ってるみてえだからちょっとほぐしてくれねえか。なんじゃ、そんなことでいいのか。その程度の願いお安いご用じゃ。それトントントン。おお、肩叩きしてくれんの。あ、体力上がった。お前元からマックスやった気がする、うん。力を思い知ったか。この調子でもっと願いを言えよ。はい。トントントン。トントントン。豚。まさかこれは彩奈が自身が豚っていうことを言ってるのか。機嫌は直してくれたみたいだな。深いな。しかし、なんだろうな、この幸せな気持ちは。おい。子供に肩叩いてもらうって。おい。きっとこういう気分。ロリコンはダメだぞ。ロリコンはダメだ。さっきは今日言ってたじゃねえか。10日3分の1終わった。どう、これどうなんだろうね。起きますよ。起きますよ。よし、
朝食の準備すっか。Now loading。 はい、今日、おっしゃ、ハート持ってる。寺さんがハート持ってる。お、グランドか。肩にかけてながら走るな、走るな、お前。体操服、肩にかけながら走るな、絶対落ちるだろ、それ。お前の順位はどうだったんだよ。俺は上の中くらいだったね。上の中。こいつ意外に早いんだよな。メガネの横のとこないけどね。メガネのこの耳かけてないけどね。早いんだね。しかしマラソン、マラソンか。100m 走かと思った。お前そんなマラソン好きだったか。まあマラソンいいよね。女の子の走ってる姿を見れるっていう。わかってないね、ラク君。そういう意味じゃなくてだな。マラソンといえば一生懸命走ってる女の子たちの凛々しい表情と流れる汗にガッとくるものだろ。いや、そこで俺に同意を求められてもな。あ、小野寺だ。お、どこ小野寺。あ、かわいい。何して走ってる。へそ。すげえしんどそう。へそ。でも走ってる小野寺。なんかものすげえかわいい。へそ。あまり速くはねえけど一生懸命に走ってるよな。今小野寺と目が合った。で、ああ、しかもつい思いっきり目をそらしちまった。お前最低かよ。ひた走る女の子の姿、いいものであろう。いい。そうだな、確かにいいだろ。ちょっとダーリン、何ニヤニヤしてんのよ。気色悪いわね。ストレートだな、思いっきり。もう走り終わったのか。まあね、体動かすの好きだし、こんくらい余裕よ。お、谷間ができてる。さすが桐崎さん。腕を組むことによって谷間ができてる。綺麗なフォームで走ってたもんね。そりゃありがとう。って、なんでそんなの見てるのよ。美しいものがあれば、誰しもめでたくなるものさ。イニシエの時代、光源氏だって貪欲に美しい女性を垣間見ようと血の滲むような努力をしてただろう。そうな。ただ惜しむ楽はもう少々お腹周りをすっきりと。あれ、殴られる、殴られる。ちょっと細いけどね。なんでこう俺も殴られてんの。なんで楽が殴られてんだよ。なんで俺まで殴られなきゃならなかったんだ。あ、かわいい。ようやくゴールできた。お疲れ様です。あ、一条くん、どうしたのその顔。これまた絆創膏くれるんじゃない。絆創膏、絆創膏いっぱい持ってるからな、小野寺は。そんな、ダメだよ。バイキン入っちゃったら大変なんだから。ちゃんと手当てしないと。私もついていくから、保健室行こう。あー、怪我して。小野寺、ごめんな。よく考えてみたら、保健室なんて一人で行けばいいって話だよな。そんなの気にしなくていいよ。ちゃんと走り終わったし。あー、かわいいな。どうした。トイレかな。トイレちゃう、これ絶対トイレだわ。 あの、私、髪とかぐちゃぐちゃになってないかな。なってないよ。走ってたし、その大丈夫かなって。可愛いよ、小野寺は。いつでも全然問題ないぜ。むしろそれを言うなら俺の方が汗臭いことになってるだろう。大丈夫だよ、そんなことないよ。むしろ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 、うん、なんでもないよ。もし髪が乱れてたとしても。お、うえいうえいうえい、うん、どんな小野寺でもいいと思うけど。思うけど、なんだよ。そんなのダメだよ。そうか、そうだよ。おい、イチャイチャしやがって。お、これいけるんじゃない、告白。でも私、ん、告白しよう。告白、告白ボタンとかないの。傷だらけでも。あ、傷だらけね。キスだらけに見えちゃった。いや、
それはダメだ。あ、ちょっと待って、これってもう忘れちゃったわけ。私ね、傷だらけでも汗いっぱいかいててもどんな一条くんでもいいと思うよ。あー、かわいい。傷だらけとか汗垂れ流してるとかそんなとこ小野寺には見せたくねえ。かわいい。もう結構見せちまってる気もするが。そ、いいで。そうかな。お、おお。なんで笑ってるんだ。うん、なんでもないよ。あ、今の可愛かった。なんでもないようが。失礼します。あれ、お、小野寺と先生いないみたいだね。保健室で二人きり。そうみたいだな。とりあえず横になるか。一条くんは座ってて。鳥間横になろうぜ。鳥間毒薬はっと、あった。消毒薬に絆創膏。絆創膏前持ってんじゃないの。じゃあ先に横移動してきたね今。きれいにしちゃうね。平行移動してきたね。ああ、ありがとう。やばい、保健室で二人きり小野寺に手当てしてもらうなんて、なんつー幸せな。保健室で男女が二人きり。あれ、消毒薬出ない。出して出して。小野寺、えいじゃないよ。お、いって。あ、ごめんね、今服から。待て、それは雑巾。かわいい。落ち着けよ。吸って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 。傷口を吸わないと。落ち着いたか。うん、ごめんね一条くん、こんなひどい手当てになっちゃって余計なことをしちゃったね。小野寺が落ち込んでる。あ、これなんか言うんや。なんて言う、好きだよ。好きだよかな、ここ。モノデルを慰めよう。ごめんね、痛かったよね。いや、痛い、大丈夫だ、よくあること、生きてる証。問題ない。問題、大丈夫だ。でも、すごい汗かいてるし。私、手当てしない方が良かったよね。そんなことないよ、小野寺と一緒にいる。小野寺にやってほしい。私に。そう、小野寺に。そうなんだ。そんなに見つめられたら緊張しちゃうよ。その一条くんってやっぱり男の子だね。おっぱい触ってるからかな。こんなにあるし。俺がこのおっぱいをこうやって触ってる。俺なんて、モノデラは柔らかそう。モノデラは柔らかそう。柔らか。これやばいかな。これやばいかな。ちょっと待って、これやばいかもしれない。いやー、ミスった。ごめんなさい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 。やべえ。セクハラって言われたモノデラに。失敗しないから。ミスった。シーン。ジル、オシェイ。やべ、ミスった。一生懸命やるね。ミスター、一生の不覚。ありがとう、一条くん。一条くんって本当に優しいね。セクハラしたけどね、さっき。いやいや、優しいのは小野寺の方だぜ。こんな風にわざわざ手当てしてくれてるし。じゃあ私、続きやるね。おお、なんかエロい。頼むな。はい、絆創膏。これ実は絆創膏するときなんか変なポーズしてくるな。ピラピラピーラーピラピーラーな。サンキュー、小野寺。お、体力回復した。うん。お、見つめ合って。なんか緊張してきたぞ。なんでカタカナなの。何か話は。お。ああ、せっかく二人きりなのに話のネタが何も出てこねえし。一条くんは保健室って好きですか。意味わかんないじゃん、その話。あ、じゃあ今日はここら辺で終わります。皆さんありがとうございました。